はい、皆さんこんにちは、オーシャン東京オーバースタイリストの八坂です。今日はですね、チョキチョキの編集長三浦さんから、どうしても私八坂くんの春ヘア春コーデを皆様に紹介してほしいということでこの動画を、回してます。まあ、短い動画なんですけどね、まあ、簡単に僕のヘアスタイルとね、春夏コーデじゃないですけどファッションを、紹介していけたらと思いますので最後までご視聴お願いします。で今が、まあ、ちょうど新卒のこのシャンプーレーンを見た後でね、これからちょっとセットをするところなのでスタイリングを、してからちょっとねトータルコーディネート紹介していきたいと思います。それではどうぞ。はい、ということで映ってますかね、映ってますか。はい、ということで今日の私、長谷田区のコーディネートはこちら。はい、まあ、簡単に紹介します。まず、ヘアスタイルですね。ヘアスタイル今日こんな感じ。ヘアスタイルは、タオルドライの状態に、オーシャントリックのシャインオーバーを、つけてます。で、シャツ、シャツはこれは原宿のフールズジャッジという古着屋で買った、テンダーロインの昔のシャツですね。このワッペンがポイント。でパンツはディッキーズの874、これは、すごく、使いやすくておすすめです。ちなみに僕はウエストが32のレングス31で、靴はクラークスの、ワラビーですね。これはもうね大活躍、めちゃくちゃいいです。まあ、僕目悪いんで、ちょっと眼鏡をね、まあ、いつもつけてるんですけど、これモスコットの眼鏡です。僕普通にこう胴入ってるんですけど目悪いんで、ちょっと、まあ、おしゃれ眼鏡というかこれつけてます。で、なんかこれユニクロのタンクトップですね。これよくどこのタンクトップですかってすごい DM 来るんですけど、ユニクロの普通タンクトップです。こんな感じ。あまり最近は丈が長すぎる服が好きじゃないので、ちょっとこう正方形になるような形の服を選んでます。てか、まあ、今の気分ですね。はい、まあ、こんな感じなんですけど、まあ、僕シャツが好きなんで結構よくシャツを着ます。洋服のこともね、髪のこともわからないことがありましたらぜひ、僕インスタグラムも長谷田くって検索すれば出てくるので、ぜひぜひ、フォローしていただいて質問もお待ちしてます。でね、オーシャン東京オーバーで、今スタイリストをやらさせてもらってるので、ぜひかっこよくなりたいすべてのメンズの方々、ぜひぜひ、ご来店お待ちしております。ということで、かなり短くなってしまったんですけど、この動画が良かったと思う人は、まあ、このね動画のチャンネル登録と、高評価をぜひよろしくお願いいたします。またお願いいたします。ありがとうございました。